降りる駅で降りた起きた。一発ルーム終わったのさ。終わって帰宅。帰宅でござります。無事よさげよさげ、もうメイクしてるからね、メイクしてるからよさげであってほしい。どうなんだろう。まあまあかな。目かわいい？そうかな。初日までに美容室行きたいなぁの気持ち。美容室マジで行きたい。本当に美容室行きたい。美容室行きたいよ。行くか。行ってくるわ。今度。髪の毛絡まってる。初日、初日の日までじゃなくても可愛いと同じ美容室行こうかな、一緒に探そうかな。だってさ、可愛い髪切るたびに毎回北海道行くのやばくない？交通費かさみすぎじゃない？飛行機いくらぐらいするの？北海道までっていくらぐらいするんだろう。2万ぐらいする？もっとする？安い？もっと安い？2万ぐらい？いくらぐらいなんだろう、北海道。高い？もっと高い？買い方による。往復3万ぐらいで行けんだ、安くて。でも高いな。今日の一発でもらったプルン。チーク何使って？チークはね、ユーピンクの練り練りのチークとデイジークのチーク。なんか練りチークさ、先にした方が時間経っても落ちにくいから、最近はパウダーのチークの前にユーピンクやってる。美味しい。こんにゃくゼリーめっちゃ大好きなの。美容室マジで行きたい。ねねっていうか、で前行ったとこもまた戻ろうかな。2回行ったところ、2回行ったところまた行こうかな。戻ろうかな。3回目気まずいな、時間経っちゃったから。いや絶対記憶から消えてないんだよね。いや消えた頃にって思うじゃん。絶対消えてないんだよね。結構喋ったから、2回行ったし。いや認知切れてない、絶対。これ自意識過剰かな、自意識過剰すぎかな。やばい。いやそう、セルフデキンあるのよ。全然美容室できん、1ミリもなってないのに自分の中でさなっちゃってんのよ。わかんのよ。いや自意識過剰かな。私覚えられてる気がするんだよね。結構さ喋ったんだよね。いや絶対覚えられてるわ。どうしよう。でもめっちゃ、いや、いい人ではあったから大丈夫、全然。
いや、行こうかな。わかんの。ねえ、待って、髪切り行くとき予約したの今日でなって、何回も確認したのやめたい。わかんの、わかんの、わかんの。マジでさ、朝起きた瞬間にも確認して、家出るときにも時間も確認するし、もうなんか本当にめっちゃ確認する。わかる、自分でやめれるって自分で思う。やめて、痛いオタクっぽいとか言わないで。そう、でもさ、絶対認知切れてないんだよね。わかんのよ、店の前で最終確認すんのさ。てかね、1回か2回ぐらいね、時間間違え、日にちと時間間違えたことあるんだよね多分。いや、そんなことないか、間違えたことはないのか。確認はめっちゃするけど。でも、いや、悪くなかったから行こうかな。どうしよう。でも前回行ったところはもう行かない。行かない。いや、そうなんすよね。そう。いや、ちょっと前行ったとこ行くわ、もう一回。いや、悪くなかったから。そう、国旗って言われたところはもう行かない。直してもらいにその前行ったとこ行こうかな。2回行ったところ国旗って言われたから直してもらおうか。いや、でも別に今ちめっちゃ鏡で見たけど、別にでもそんな直すほどじゃないなって思うんだよね。でもちょっと毛先整えて、トリートメントとかしたい気持ちはあります。あと、ちょっと前髪のこの横毛どうにかしたい。本当にバッサリ切られて結構はにゃって思ってるので。そう、でも最近そう、髪結構ツヤツヤな感じはするんですよ。そう、まあ直近でいきたい気持ち。そう、いや、はにゃってなったんで、切られた瞬間にさ、あまりにもさ、ザクザク来たからさ、いや、ちょっとはにゃって声出そうになったもん。あ、結構いくんですねって、結構バッサリいくんですね、怖いって。嬉しい、本当に。NMB の田中みりあちゃん好きって言ってくれてたの、ショールームで。嬉しい嬉しい、やった。嬉しい、そういうのめちゃめちゃ嬉しい、ありがとう 嬉しい。いや、本当にザクザク来たんだよ。結構びっくりしたっていう感じ。でも、じゃあ私の伝え方も悪かったの、正直ね。そう、結構、ちょっとどうやって伝えたらいいか分かんなくて、写真見せたんだよ。でも写真見せたらそうなるかなって思ったんだけど、なんかな、そう、結構ザクッといかれたから、おうってなったんだけど。でも、そう、前行ったところは前髪も全然ちょくちょく来ていただいたら、切りますよって優しく言ってくださったから、行こうかな。島、ちょっと島は行く勇気ないね。読み方島で合ってるよね。これでさ、島じゃなかったら恥ずかしいんだけど。恥ずかしい。合ってる合ってるよね。そう、
行く勇気がないというか、わかんない、そこじゃなくてもいいのかなって思っちゃう。わかんない、特色がわかんないから、自分が適当に見つけたとこパッて行っちゃうから、めっちゃ大手のとこ行く勇気が出ないっていうだけ。ああもう本当にそう困っちゃう。しようかな。ねえ、みんなさ気軽にさ先輩に教えてもらえばいいって言うけど、それのハードル高いから、それのハードル高いから無理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 、全然無理。いや無理だよ。優しいとかそういうことじゃなくてさ、だってさいきなりさなんかさあれじゃない、なんか住所教えてくださいみたいなさ、急にそういう感じじゃん、怖いよ怖い。考えます。でもなんかアイドルとか言ってる、よくいろんな方が言ってるとこはね、なんか前髪上手に切ってもらえそうって思うけど、あんまそういうとこちょっと行く勇気は出ないので、そのうちって感じですね。はい、いずれいずれ気が向いたらって感じですね。本当にそんな感じです。って思いますね。いやでも絶対行く。いつ行こう、ならないよならないよ。後輩もし19期の子に控えてもならないけど、自分が聞くのはまた話が別やん。まあいつか行きます。初日、別にでも初日より前に行っても、まあどっちでもいい気もちょっとしてるんだけど、どっちでもいい気はちょっとしてるんですけど、でもそろそろ時期的に行きたいなって気持ちですね。はい、メイクしてると目の開きが段違いですね。いやでもこの横毛が本当にさ最近気になって気になって仕方ないんですね。本当に結構マジでここの横毛どうにかしたい。長いしね。てか横毛いらないんじゃないかっていう説も来てるんだよね。横毛っていう概念もいらないのでは。それはないか。あやったー、55555。分からん。でも今のこの横毛が間違っていることは分かる、それだけは分かる、今のこれが違うのだけは分かってる。なんか
これ前も一回言ったけど、顔の、私が勝手にね、おこがましいけど思ってることね、とてもね、なんか乃木坂のさ斉藤飛鳥さんと顔の形が似てるなって、うん、これ勝手に思ってるんですね。そう、勝手に思ってるんだけど、でもね、乃木坂さんってあんまりさ、こうなんて言うんだろう、ピチッとした髪型しないじゃないじゃないですか。あの耳かけとか、どっちかっていうとさ、こういう髪型が多いじゃないですか。耳かけしないさ、こういう髪型が多いじゃないですか。なんかここ編み込んでさ、ハーフアップとかはするけど、こういうさ耳かけっていうの、ちゃんともうピチッとヘアアレンジとして耳かけみたいな、いや耳かけしてるんだけど、ないじゃないですか。だからあんまり参考にでしづらくて、ちょっと私研究生の髪型がさ、このこう両耳かけで固定があるからさ、あんまりそうなんか参考にしづらくて、髪型が違うから、そうだからここのつながりが実際どうなってるのかがあんまり分かんなくて、ちょっと参考にしづらい気持ちで、一生懸命結んでる写真とか調べるんだけど、やっぱこの勝手がちょっと違くてあんまり参考にならないんですよ。だからちょっと困ってるってとこですね。あ、そう、遠藤さくらさんも似てるなって思うんで、顔の形とか。でもやっぱもうなんか斉藤飛鳥さんみたいな髪型よくするからさ、あんまりちょっと私のこの固定髪型とはあんまり変わんない、ちょっと参考にしづらいんですよね、お二方の髪型は。困っている。そうだから、そのね、前このこうな、このザクっていかれた時は池田テレサちゃんのね写真を見せたんだけど、なんかの歌番組でやってた時に二つ結び、なんか水色の衣装かなで二つ結びしてた時のこの横毛かな、なんだろう、多分そう、多分二つ結びしてた時のやつ、多分あと青っぽい衣装の時のやつ、めっちゃ本当に可愛くて、あれがしたいなって思ったんだけど、うんって感じ、うんっていう感じですね。はい、でも池田テレサちゃんと顔の形はちょっと結構真反対な感じはするんですよね。結構顎のラインがシュッとしてるイメージがあるので、私はちょっと丸めな感じなので、あんまり、うん、違うからちょっと参考にはならないかなとは思うんですけど、似てないので。顔の形が結構違うなと思うんだよね。パーツがさ似ててもさ、顔の形がやっぱ髪は大事なので、切るとき困ったもんだなって感じ。で、何回も言うけど、この横毛が今間違ってるのだけは分かってる。ここが本当に間違ってることだけは分かる。何がまず間違ってるかって、ここの形が違うんだよね。こっちの方がつながってなくて、こっちはなんとなくつながってるんだけど、そう、これが違うことだけは確か。今のところ難しいですね。そう、一回気になったら止まらないのよ。そうなのよ、だからずっと気になってるの。でもちょっとここすいてもらったの、この前メイクさんに、ヘアメイクの方に前髪切ってもらって、ここもちょっとすいてもらって、量とか長さ整えてもらったんですよ。だから前より扱いやすくて、とても素敵にはなったんだけど、うんって感じですね。まだ
髪型っていうか前髪ね。そう、いやー奥が深いって感じ。でもさ、あんまりこうやるの好きじゃないんですよ。こういうなんか作ってる横髪、横毛感、自然の流れなんか結構好きで、難しいねって自分でも思ってる。そう、でも耳かけてる髪型が好きなんですから、ストレートアイロンでやってる。いつもストレートアイロン、絶対こって32ミリしか持ってないので。いや、これは分ける分けない関係ない、ここが問題、こいつが一番問題。分けてる前髪も好きだけど、分けてないパッツの前髪も好きだなって思いますね。まだどっちが好きか決められない。あんまり決められん。困ってる本当に、一生困ってる。あと1年は困って迷ってると思う、絶対。でも髪伸ばしたいから美容室行ってもちょっと整えるぐらいかな。前みたいに切ったりはしない。そんなに困らないかな、自由になっても。前髪のここのここの部分が困ってるだけで、髪型は別にそんなに困らないので大丈夫。別にそれはアレンジのあれだから、ここはもう切る切らないとかのあれだからさ。またここでここなんていうの、前髪横毛でめっちゃ顔の印象変わるから、うんっていう思い。でも多分一生言ってる本当に。どうしようかな。でも考えます、本当に近いうち美容室行く、絶対。あまりにも気になりすぎて最近。でも自分でさ切るのはちょっと無理なんだよね。だからいつか行きます。っていう感じですね。はい、そんな感じでございました。ね、髪の毛の話しかしなかったけど、難しいな。シンプルに邪魔。まああった方がいいのかな。困ってるんるん。明日はリハメイクしてこう。絶対メイクしてこう。今日のメイクはあんまりどうなんだろう、わかんない。どうなんだろう、でも今日はそんなに特に何もしてない気がする。
今日いい感じ。嘘、本当？今日下まぶたは完全にゆえさんリスペクトしてる。最近合ってるかは知らんけど寄せてる。アイラインの長さもゆえさんリスペクトですね。ほぼここで止まってるからいい感じかもしれない。まつげは本当に、でも最近まつげも困ってんだよね。最近このまつげ嫌で困ってる。なんかもっと自然なまつげがいい。でもね、こればっかりはもうしょうがないと思うんだ。まつげのやっぱマツパ行こうかな。ゆいさんマツパ行ってんのかな。リハの時さ、横よくこうやってチラッて見てまつげ見るんだけど綺麗なんだよね。聞いてみようかな。多分ね、ゆいさんのまつげはね、あれはね、完全にもうね、遺伝というかね、生まれながらに備わったまつげのふさふさと長さだから、まあ、多分ちょっと私は無理だから、私のまつげはもうちょっと、あ、だからマスカラ変えよう。今完全にタバカンまつげ用マスカラ使ってるからこうなってる。いやでも別に悪くないんですよ。そうだよね、才能を開花させるものだよね。才能は開花させるもの、センスは磨くものですからね。頑張っていこう。いやでも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 ですよ、陽気な感じですよ。あとちょっと美容系 YouTube 見よ。美容系、あ、これ私の名言じゃない、これあの配給の名言です、ごめんなさい。あ、でも今日めっちゃメイクいい感じだった。メイクのり良かった。あ、でもちょっと今日めんどくさくてやばい。あれだわ、ハイライトとかしてないからちょっとあれなんですけど、いい感じ。明日のメイクもうまくいきますよ。あれだ、まだ9時半だ。耐えって感じ。9時半は耐えですね。やっぱ23時とかだと思ってた。え、思ってはないんだけど、いつも配信そんぐらいだから9時半耐えです。耐えてます、非常に。このウォンジョンヨのラメ欲しいカラーがなくて妥協して違うカラー買ってずっと使ってるから、欲しかったカラー欲しいなって思ってる。妥協って良くない、ちょっと違うなって思いながら毎回使ってる。これじゃないんだよなって。渋谷のロフト行ったら、これも05なんですけど、ピンクのやつ、ピン、もうちょっとピンク系のカラーあるじゃん。これめっちゃ白なんですよ、05は。ピンクみたいなカラーの多分一番人気のやつが欲しかったんだけどなくて、渋谷のロフトにウォンジョンヨのこのメタルシャワーペンシル05じゃなくて、いや05じゃなくてピンクの欲しいのさ、同じの使ってる。マジで嘘でしょ。これ
妥協してこれにしちゃって毎回やりながらなんか違うんだよなって思ってる。でもどうしてもこれが使いたかったの。そう、間を持たせるために妥協して買ったのよ。これが欲しかった、このシリーズが欲しかったから、まあ色地でもそんなに買わないでしょうと思って買ったのって感じです。そういうこと分かった？分かった？ウォンジョンヨのマスカラ買おうかな。メイクは奥が深いでござりますよ。うん、いい感じです。てな感じで、いい感じ。ね、ほ、今日なんか可愛いよね。いや、多分ショールームですっぴんでやってるのに見慣れすぎて今日が可愛く見えてるだけだと思う。そう、あと今日サウナ行ってきた。サウナハットをゲットしたので行ってきました。楽しかったです。とても楽しかったです。そう、サカツ楽しかった。はい、サウナ行ってきた。そう、あのね、サウナハットかわいいの買ったっていうか、そう、まあ、ゲットしたので、ちょっとでも恥ずかしかったな。まあいいか。というわけで、なんか発光してる今日。なんか今日光の具合ですかね。そう、いろんな角度にしたくなっちゃう。はい、というわけで、バイバーイ。あ、ちょちょちょ、ランキング危ね。ねえ、しれっと割るとこだった。これ危ない。これ非常に危ないですね。読みます。今37分だからまあ大丈夫、いけます。13位、はなさん、ありがとうございます。12位、けんじさん、ありがとうございます。11位、はやりんごさん、ありがとうございます。10位うなぎまんさん、ありがとうございます。9位がんばれっとさん、ありがとうございます。8位みやぎさん、ありがとうございます。7位すろきちさん、ありがとうございます。6位きんに外国さん、ありがとうございました。5位桃の旦那さん、ありがとうございました。ありがとうございますか、ありがとうございます。4位平場さん、ありがとうございます。3位、丸3つ おおおさん、ありがとうございます。2位
サンゴールおたけさん、ありがとうございます。1位関根さん、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで本日もありがとうございました。眠いかな。そのうち寝ます。バイバイビー。公演は巻き長にお待ちください。バイバイ。